こんにちは。今日はウールが届きましたので、一緒に皆さんと開封一緒に見ていただけたらなと思います。じゃあ早速開けていきます。じゃーん、タンザニアタッカーだね。かわいい、この色ね、私大好きなんですよね。じゃあここと、じゃじゃーん、はい、このね、糸は何の糸の組み合わせか、色のね、組み合わせかと言いますと、見づらいか、ちょっとここ置いていい？実はね、こちらこちらの糸ね、エンジェルっていう名前の鉄麦糸なんですけど、まあ、もともとね、ウールが少なくて、2かせか3かせ、まあ、2かせとちょっとぐらいしかできなくて、これね、すごい可愛いのができたので、もっと作りたいなっていうので、このね、このセットを購入いたしました。なので、もっとたくさん作りたいと思います。これね、すごい可愛くて、そっちも見てほしいんだけど、こんな感じで、めっちゃ可愛いんだよね。こんな感じなんです。はい、こんな可愛い糸が、ちょっとね、作ろうとしてますので、皆さん楽しみに待っていてください。はい。で、あとは、あ、このピノ、メリの40色セット、私がよく使う40色のセット、これでね、いろんな新しい糸の、ね、開発をしております。はい、このセットが、2つですね。セットね、1に2とありまして、ちょっとね、色の、派手めとかね、ちょっと薄めとか落ち着いてる目みたいなのがあって、これが派手めの方で、こっちがね、ちょっと地味めって書いてますね。ちょっと地味な方のセットになってます。これかわいいね。ちょっと いろんな色を作るのは楽しみです。で、あとはこちらウッドペッカー、このね、緑っぽいね、濃い色、すごくこれ綺麗な色なんですよ。ちょっとね、カメラじゃ分かりづらいかもだけど、すごい緑の濃い色で綺麗な色になってます。はい、これかな。はい、ということで、購入したウールは以上になります。新しいね、糸もたくさん、糸っちゅうかウールか、ウールがたくさん来たので、鉄麦ね、頑張って、まあ、やれる範囲でね、頑張ってやっていきたいなと思います。皆さんもよかったら応援してね。はい、ということで、今回は届いたウールを一緒に見ようの動画でした。はい、この動画がいいと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあまたね、バイバーイ。I'm good, yeah, I'm feeling